本日は、ビーファーレン長崎さんとの試合。運動がてら。自転車でハワイアンズスタジアムいわきへ。1時間20分経過。到着しました。キックオフの5時間前ということもあって、準備をしているスタッフさんしか見受けられない。今回からテープ貼りがなくなり、LINE からの抽選となりました。LINE で、いわき FC を友達登録。入場待機列抽選を押し、人数とかを入力すればいいみたいです。観戦に行く際にはぜひぜひ。今回は、サポーターに抽選を任せたので、何番目に入場できるか楽しみ。昼時でお腹が空いたので、腹ごしらえをしなくては、よくいわきスタジアムを下ったところにある、中華料理屋さんへ、自分のお気に入りの中華料理屋さんに到着。驚くことに、丸福さんの専用駐車場がありました。ブラボー。前はよく通るんですけど、なかなかお邪魔できずにいました。久々の入店。店内に入ると、アットホーム感が、帰ってきたという気持ちに。また、漫画も置いてあるので、待ち時間を有意義に過ごせます。席は、お座敷とテーブル席と、対面式の S 席があり、自分は一人ながらも、お座敷にお邪魔しました。気になるメニューは、豊富なメニューにほっこり。もつ野菜炒め定食大盛り到着です。よく食べるのをわかっているお店の方が、超盛りにしてくれました。ありがたき幸せ。もつ野菜炒め定食超盛りいただきます。まず、野菜炒めを。シャキシャキした野菜。うまうまカーニバル。野菜炒めの美味しさから、ガツガツご飯が進みます。それにしても素晴らしい量のご飯。漫画に出てくるようなご飯。カメラの調整。もやし、キャベツ、人参、ニラがたっぷりと入っています。ハッピーライフ。もつの弾力感がたまらんです。テンション上げ上げ。お店の方から、頑張って食べてねと、エールをいただきました。ありがたきお言葉。もつ野菜炒めにご飯。どちらも素晴らしいよう。気がつくとご飯も半分ぐらいに、なんとか食べきれそう。
いわき FC のユニフォームを着てる方が来店。嬉しい気分に。ご飯にもつ野菜炒めを。夢中になれる美味しさ。箸が止まらんです。丸福さんのいろいろなメニューを食べていますが、どれも量が多くて美味しい。気になった視聴者さんぜひぜひ。ここで、ご飯の上に、もつ野菜炒めをがっつりと。もつ野菜炒めのお皿を、空にしました。ここで、気になる漬物を。歯ごたえのある芯を使った漬物。口の中に広がる生姜の風味がナイス。漬物ごちそうさまでした。もつ野菜炒め丼いただきます。キクラゲのコリコリ食感がナイス。がっつりと入っているもつ、楽園モード。きゅうりの漬物いただきます。味がしっかりと染み込んだ、パリポリきゅうり。きゅうりの漬物ごちそうさまでした。ここから一気にいただきます。ご飯と甘じょっぱいつゆの組み合わせが、グッジョブ。きれいにごちそうさましなくては。もつ野菜炒め定食超盛り、ごちそうさまでした。ラストにお味噌汁いただきます。豆腐の美味しさが際立つ、あっさりとしたお味噌汁。お味噌汁ごちそうさまでした。大満足大満腹の昼食でした。湯本駅を目指し、レッツゴー。到着しました。湯本駅に来た理由は、ワイワイショップ湯本駅前店で、スタンプカードをいただき、エキスタウォークに参加するためです。外で配っている、スタッフさんから、スタンプカードをいただきました。観戦の際は、皆さんもぜひ参加し、クーポン券をゲットしましょう。サポーターに言われた、集合時間まで残り20分。間に合うかなー。やばいよやばいよ。ペダルをこいでこいでのカンチェラーラフォー。16分経過。なんとか、ハワイアンズスタジアムいわきに到着。サポーター、サポイモさん、ドクターさん、評論家さんと合流。今回は5人での観戦。気になる、サポーターが引いた、入場番号は、まさかの15番。神ってる。QR コードをスタッフさんに見せ入場。
嬉しいことに入場特典をいただきました。ハーマー&ドリースペシャルデー限定。デザインナップサック。ありがたく YouTube 活動の機材入れとして、使わせていただきます。スタジアムに入ると、やっぱりテンションが上がる。毎度のごとく、サポーターがベンチシートを死守。今回も素晴らしい位置でサッカー観戦ができます。サポーターに感謝。出入り口のスタッフさんから、アイテムを、この赤いテープを腕に巻けば、出入り OK。腕に巻き、スタグル会場へ。今回もたくさんのお店さんが出店しています。前回は、焼肉大原さん、カニセンさん、南州1949さん。その前は、カフェハウスメアベルクさん。いわき、うるおい、カフェさん。スノーボールさんにお邪魔させていただきました。どのお店さんにしようか、すごい迷う。お店さんで購入する前に、スタンプカードをクーポン券に交換しなくては、エキスタウォークへ、交換完了。このクーポンを握りしめ、お店さんへ、サポーターたちにおすすめを聞き、焼きたてのピザが食べれるポップアップさんに。ピザが食べれるとは、最近のキッチンカーにびっくり。ここで、アイテムのクーポン券500円を、半額で食べれるなんて、幸せ。毎度のあずま屋で、食事。サラミベーコンです。サラミ好きの自分にぴったり。サラミベーコンピザいただきます。まず一切れ。トマトソースの酸味にチーズがベストマッチ。うまうまパラダイス。ウキウキ気分で二切れ目のピザへ。一気に二切れいただいちゃいます。サラミの濃いめの味わいに、ベーコンのジューシー食感が、素晴らしいアクセントになっています。1枚のピザ、なんか贅沢気分に。最後の2切れいただきます。ピザを合わせてブリトーのようにしていただきます。今度は人気のシラスピザをいただきたいです。サラミベーコンピザ、ごちそうさまでした。再びスタグル会場へ。続いて、エイヤ食堂さんに、オムライス販売中ですよというスタッフさんの声にくださいと即答。YouTube を始めた時に、先輩とお邪魔させていただいた、思い出のお店さん。まず、ジューシーオムライスからいただきます。オムライスの上にお肉が、めちゃくちゃ嬉しい。
ジューシーオムライスいただきます。チキンライスではなく、なんと、沖縄の炊き込みご飯ジューシー。卵とジューシー、ナイスな組み合わせ。スプーンが止まらんです。サポーター、サポイモさん、評論家さん、ドクターさんに見られながらの食事。緊張する。沖縄料理が食べたいという視聴者さん。ぜひ、エイヤ食堂さんに足を運んでください。大好きなお肉いただきます。豚の角煮、沖縄でいうラフテー。口の中に広がる濃厚なコクがたまらんです。とろけるような口当たり。うまうまラフテーごちそうさまでした。ラフテーからのジューシー。ゴールデンタイム。残りわずか。ここから一気にいただきます。綺麗にごちそうさましなくては。ジューシーオムライス、ごちそうさまでした。続いて、沖縄のお菓子サーターアンダギー。大満腹間違いなしの大きさ。サーターアンダギーいただきます。油で揚げた生地の旨味が、じわっと口の中に広がります。飲み物がなくて、大丈夫なんですかという声が。確かに、飲み物が欲しくなる。もう限界。ドクターさんが飲み物を買ってきてくれました。ありがたき幸せ。さてと、ドクターさんからいただいた、麦茶をいただこう。滑ってなかなかキャップが開けられない。タオルを使い、なんとか開けることができました。サーダーアンダギーを食べるときは、飲み物は必須ですね。青汁の原料によく使われている、ケールが生地の中に。それにしても一個一個がでかく、自分にぴったりなお菓子。また、きな粉の味わいが、サーダーアンダギーを盛り上げてくれています。こまめに水分補給。ラストのサーダーアンダギーいただきます。かなり満腹になってきました。
食べ応え抜群のお菓子。サーダー&ギー、ごちそうさまでした。お腹も満腹になったので、スタジアムへ。スタジアムに戻ると、素晴らしい盛り上がり。旗を見ているだけで楽しい気分になれる。サポーターの皆さん、グレートだぜ。対戦相手の、ビーファーレン長崎のサポーターさん。本日は遠いところから、ご足労いただきましてありがとうございます。試合前に、毎度恒例のハーマー&ドリーのダンスタイム。本日の曲は、郷ひろみさんのゴールドフィンガー、99。なぜか、この曲を聴くと、HG さんが頭に浮かぶ。いよいよキックオフ。今回対戦するビーファーレン長崎さん。サポーター情報によると、現在3位の強豪チームで、スポンサーにジャパネットグループがいると、凄すぎ。前半戦キックオフ。素晴らしい攻防の試合。見ていてドキドキ。途中から、バケツをひっくり返したような雨が。雨を防ぐのがタオルしかない。前半戦終了。ビーファーレン長崎さんが1点先制。タオルを絞ると水が、これからサッカー観戦の時は、カッパを持ってこよう。後半戦キックオフ。後半戦も前半戦同様。素晴らしい攻防。シュートが多い見応えある試合。試合終了。ビーファーレン長崎さんが後半にも1点を取り、0対2で終了。負けはしましたけど、上位チームとのレベルの差が感じられない。素晴らしい試合でした。今回は、丸福さんのもつ野菜炒め定食超盛りから始まり、スタグルのポップアップさんのサラミベーコン、エイヤ食堂さんのジューシーオムライス、サーター&ギーと食べまくった一日。試合もいい試合で見応え十分でした。残念だったのが、やっぱり雨。雨がなかったら、もっと楽しめたと思います。では、今回はこの辺りで失礼します。最後までのご視聴、ありがとうございました。評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。